喧嘩しないで。もうなんか控えめだったテオくんが我が家に慣れてきたので、前はね逃げるだけだったけどね、ちょっと反撃したね。トッピーか、我が家ってね一番先輩だからね。トッピー一番先輩だけど一番体はちっちゃいので、ちょっと威厳を保つのが大変だね。トッピーね、こんなでっかい新人が来ちゃったからね。見て、ここにいるのはすずちゃん。テオくん大きいからね、羽の音もすごいね。はい、というわけで今日はですね、ご紹介しようと思ったのは、これね、鳥さんとね快適に過ごすためにですね、まあ、我が家はちょっとこのねバードスーツ、うんちをキャッチするおパンツを履いてもらってるので、まあね、ここがね袋状になってるので、ここにうんちがたまるので、まあ、体はほとんど汚れない。ここにね、これすずちゃん着てるやつね、こんな感じで、ここにうんちがポチョンとたまるようになってるので、これトッピーくんバージョン。女の子はちょっと水っぽいので、こっちの吸水力がいいやつで、トッピーくんのはコロコロンコなのでね、普通のパンティーライナー。結構あの飛び回ったり、あと狭いところに入っていったりとかして、そうするとちょっとお尻にねうんちがくっついちゃったりするんですけど、コロコロンコの場合はもう本当にあんまり汚れないので、お尻自体はあんまり汚れないんですけどもね。トッペくん、まあ、24時間着せっぱなしはかわいそうなのでね、まあ、通常4時間ぐらい着せてもっていうふうに言われてますね。まあ、うちの場合はもうほんとミリ単位で一羽一羽にちょっと調整してるので、まあ、もう少し着てもらってもそんなにストレスにはなってないのではないかなっていうふうに思ってます。なのでまあ普通のね既製品を着せるとなると、やっぱりぴったりサイズというわけにはいかないと思うので、やっぱりあの足がね結構引っかかっちゃったりとかね。あ、ポッピーくん来ました。あと苦手な子はもういくら頑張っても慣れませんので、諦めるしかないですね。慣れちゃう子はねすぐ、テオなんてねすぐ慣れたよね。体のちっちゃい子に関してはね、ちょっと大きかったりちょっときつかったりするだけでだいぶ着心地変わってくると思いますので、求愛してますね。トピックポーちゃん、我が家で一番イケメンはポッピーくんだと思うんだけどね。ねえポーちゃん、ポーちゃんはねワクワクが好きなんだよね。ワクワクいなくなっちゃったもんね。はい、というわけで今日ご紹介しようと思いましたのは、あの鳥さんをね飼ってて、でこうおしめをね着せるっていうのはなかなか大変だと思いますので、まあ普通はあのおパンツなしで包丁するっていう形になると思うんですが、そうするとやっぱり問題はね糞の問題がねあると思うんですよね。もう全然トッピー君はこれ池はあんまり気にしないんだな。全然、あ、帰ってきた。卵温めてください。トッピー、マール君が求愛を始めました。
全然話が進まないので戻りますというわけで、鳥のね糞問題で大体ですね、こうやって止まるところっていうのが決まってきます。話してるとね、まあ、止まりやすい場所を作ってあげるっていうのもいいと思います。でも例えばこういうね角っこに、これもホームセンターカインズで何百円数百円で買えた結構安いやつね、この角っこにね、こういうののやつの下にうんちをキャッチするように新聞紙を置いておくとかで、その新聞紙とかもね、まあ、我が家はこうねトイレシート、ペットシート、我が家はですね風圧でね飛ばないようにこういう洗濯バサミ、洗濯バサミっていうのはクリップ、これ100均とかでねいっぱい入って100円で売ってますので、これ結構使えます。うちはこういうところだったり、おまるくんのねケージの上にも、まあこれ毛布かけてあるけど、こうやってトイレシートで飛ばないようにクリップと、ここがちょっと汚れたら、まあこれは敷材にしてで捨てるっていう感じで2段活用してますね。ちょこちょこっと汚れたぐらいでね捨てるのもったいないので、ちょっと汚れたら下に敷いてで捨てるっていう感じに2段階で活用してます。普段はトイレシートの上に新聞紙でね、新聞変えるだけでいいので、ただ新聞だけだと下がビシャビシャとなるの時もあるので、お水こぼしちゃったりちょっと水っぽい糞をしたりということがありますので、このねトイレシートの上に新聞を敷いておくと、これだけ取り替えればこの下のシートはそんなにさほど取り替えなくても大丈夫なので、まあ、そういう感じでね、なるべく節約してね。で我が家のここですね、カーテンレール、よく止まるところ、まあ、我が家の場合はこういうところとかよく止まりますので、これねちょっともう汚れてますけど、まあうちの銀歯とのねなごもくん、つづくちゃん、はい、銀ちゃんたちを、まあ、包丁するときにまあ、ちょこちょこ飛び回って、まあ、大体こういうところにね来ますので、ここにね敷いてあります。ここ洗濯バサミでちょっと止めて、ここのうちのはねなんか後付け、もうほんと古い家でカーテンレールがなくってね、この障子しかなくって、で後付けでこのカーテンレールがついてるので、まあ、その上につけて、でこのカーテンレールでもうこう止めてあるっていう感じ。でこれなんですけども、これはですね新聞紙にトイレシートをくるんであるだけですね。はい、というわけでこれ新聞紙、まあ、我が家は1枚ずつにもうしてあります。この内職は母がしてくれてます。1枚ずつにすぐ使えるようにねさっと敷いて、でこれを取り替えられるように全部こう1枚ずつにしてもらってます。でカーテンレールとかね、ああいうところに、このトイレシートなんですけど、これだけだと結構ペナペナで、ペナペナヘナヘナで結構ね、鳥の、まあ、特に鳩は風圧があるので飛んじゃったり、あとくしゃくしゃになったりとかして結構ね扱いがね、なので新聞紙、新聞紙ですけどやっぱ見た目がちょっと貧乏臭くなるのと、新聞だけだとちょっと水っぽい風をした時にちょっと流れちゃったりとかするので、この新聞をですね、まあ、我が家の場合はこれ縦に4等分
でこれにトイレシートを新聞が1枚入るだけで結構しっかりしますので、まあ、これをちょっと気になるところに敷いて、で飛ばないように洗濯バサミとかクリップとかそういうのでね止めておくと、これだけ取り替えればいいのでね。でフンポツポツってされたら、まあ、それは新しいのに取り替えて、ちょっと汚れたやつは敷材にね使っていただいて、でいっぱい汚れたら捨てるっていう感じで二段活用してます。はい、そして我が家の冷蔵庫なんですけども、結構ね冷蔵庫の上もみんな好きでよく泊まるんですよね。なので、まあ、冷蔵庫のようなマグネットがつくものはトイレシートを敷いて、でこれね書類とかをペタッとするマグネット、こう細長いのが売ってますので、これすごい便利です。あとはねこのねよく郵便受けに入ってるやつ、ここはですね田舎なのでこれ郵便受けに入んないんですよね、水道とかのやつ。なので都心に住んでた頃に結構捨てらんなくて、これいっぱい貯めてあったので、これが結構活躍してます。でなるべくちっちゃいマグネットとかはなんかね誤食が間違って食べちゃったり飲み込んだりが怖いので、なるべくこれ大きいね、でしっかり止まる方が安心です。